はようございます。おはようございます。今日は焦った今日は今日はこの弥生さんの iPhone 14 Plus、 これ使って今3ヶ月ぐらい、発売日から使って3ヶ月ぐらい経って、バッテリー持ちがいいって話は1週間レビューの時にもしたと思うんですけど、今日1日休みなのでちょっと出かけたりなんだりするので、 iPhone 14 Plus 休みの日1日使ってバッテリー家帰ってきて寝るまでに何パーセント使うかっていうバッテリー検証を行いたいと思います。イエーイ。今日朝7時に起きたんですけど、寝てる間充電さしてて、7時に充電器を抜いたところから一応スタートしていて、今8時52分なんですけど、まだ 100% 残ってる状態です。まあまだ今日はそんな使ってない。うん、ちょっと LINE 返したりとかしたぐらいで、うん、2時間ぐらい経ったけど、まあほとんど使ってない状態なのでまだ 100%、 いつもよりちょっと大げさに使おうっていう感じだよね、うん、多分そんなに普段使わないんだけど、使わないと本当に持つからあんまり検証にならないんで、結構いろいろ使って、移動中に動画見たりとかいろいろ使ってみて、夜帰ってきて寝る前どれぐらい持ってるかっていうのを検証しようかなっていう感じですね。まあ前置き長くなってもめんどくさいと思うんで行きましょう今9時です。外出直前に今日車の中で見るためにネットフリックスをインストールしました。インストールしました。ログインして多分ファーストラブ見んのかな。ファーストラブかフルハウスかクレヨンしんちゃん移動します。もう我慢できないので見ます。はい、出発と同時にファーストラブ昨日から見始めて、1話とりあえず見るかっつって見て、3話ぶっ続けて見ちゃった2話目の最初のところでどうハマりそうって聞いたら、まだよくわかんないとか言ってたのに2話目終わった瞬間はっもう無理もう無理ってなった。3話目まで見てちょっと寝るの遅くなりましたね。佐藤健がかっこよすぎるのが罪なんです結局かっこよすぎるんだよ。じゃあまあ移動がだいたい1時間ちょっとなので、その間もしかしたらエピソード5も見始めてるかもしれないし、一回ちょっとフルハウスを挟んでるかもしれないフルハウスも結構見てるもんね、うん、着くまで見続けます。はい、じゃあそれでどれぐらい減るかやってみようと思います。今の時刻が9時19分です。はい、じゃあ出発します。到着しました。到着しました。10時58分、ちょっと渋滞してて1時間半ぐらいかかったんですけど、移動中ずっとネットフリックスでファーストラブを見てました。2話分、2話分55分と52分の映像を見続けて、ストリーミングで見たね、ダウンロードとかせずに、うん、今 90% です。ずっと見っぱなし、1時間ずっと見て、途中でそのハンカチは涙を拭いたやつですね泣けたということで、ちょっと今区役所に来ております。区役所にちょっとね、引っ越す前のところに本籍地があって、そこで戸籍謄本を取らなきゃいけない用事があったので、長距離の移動にはなったんですけど、これから戸籍謄本を取ってきます。取ってきます。はい、ただいま区役所の用事を終え、次の目的地に向かっています。区役所の中で LINE を返したり、届いたメールをチェックしたりして過ごしたんですけど、今11時37分でバッテリーは 87%。 この後二子玉川に行ってお昼を食べようと思います。久しぶりの二子玉ね。え、昔割とねここに来やすいところに住んでたからね、しょっちゅう来てたわ。 SNS 動画用の素材で iPhone で動画撮影をいろんな箇所でするみたいなので、まあちょっと動画とかを撮ってね、それでバッテリーの減りとかもあると思うので、そちらも検証にしたいと思います。やってきました。無理な、またねばならぬ。大体5万目ぐらいだったかな。待合室的なのがあって、こういう風に電源もあってテーブルとか、ここはソファー席だけど結構ねゆったり待てるスペースがあって、いつもここのね、このね、寿司トラってとこの寿司、宮崎のお寿司屋さんだったっけ、すんごい美味しいのよ。
現在12時11分なんですけど、お寿司屋さんの待ち時間の間に振り込み関係をネットバンキングを使って行いました。現在のバッテリーは 84% です。 84%、 はい。ワンタイムパスワードで電話したりなんだりもして、まあまあ使ったよね。ようやく食べれる。やばい。縁側赤身熟成本マグロ赤身食べよう食べよう。次は食後にお会いしましょう。寿司を食べながら次の寿司が来るまでにスーモで物件サイトを見ておきます。理由が寿司が美味しすぎて近くに引っ越したいという理由です。カジさんから言ったんだからね。カジさんが言ったからカジさんのために今調べてるんだよ。そんなこんなで今 82% 残ってます。時間は12時39分どうカフェに来ました。ハーブスマスカットジャスミン、めっちゃいい香り。アップルティー。ちょっとここで手帳タイムを取りたいと思います。家でやると集中できないかな。ちょっと場所を変えて書くものがあるということで、それ多分書くときにスマホでいろいろ見ながら調べながら書くってことだよね。その様子もちらっと、はい、今1時18分で残りが 77%、 はい、では食べます。3時34分で 63%。 結構動画を見ながら、動画も見たし画面表示は常にしてた。うん、インスタ見たりとか画像動画ブラウジングいろいろずっと見てたね。結構な時間閉じてない、うん、そんな感じということで、もろもろ買い物が終了しました。はい、買ったものは後ろに載せました。急遽観葉植物が仲間入りしました。して、いや、ずっと前から欲しかったエバーフレッシュが可愛い鉢に入って置いてあったので、思わずもう運命だと思い帰ろうと思って歩いてたら急に俺いねえってなって、あれいないと思ったら途中で立ち止まって見てたらしい。バッテリーはですね、現在ルル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 ルダン、とか言っちゃって、夕方の5時の時点で 59% です。59結構使ったよね。結構使った。歩いてる時もお店の場所調べたりで使ったり。そうだね、結構一日中使ってる感じだよね。そうだね。でこれから帰りの車の中でまた見るんですか。ファーストラブ、ファーストラブ、いやちょっとケーキでもたれたかもしらん。だからちょっとさ動画見たら酔うかもしれん。うん、見たい。検証もしとるし見るか。見ます、検証のために。検証のために見たいんですか。はい、帰宅しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。7時12分。そして気になる充電はうっちゃん47。これ帰りの車の中でファーストラブを 2.5 話ぐらい、2.5話ぐらい見た。結構ね、帰りも渋滞してて2時間ぐらいね走ったから 2.5 話ぐらいずっと見てました。ずっと見て、まだそんだけ残ってる。帰ってきてずっと見てた、ずっと見てて、まだ 47%、ね、今日合計何話見てん。一気に2話だから 4.5 話見てる。 4.5 話見てまだそんだけ残ってると、もう7時15分なのに。あ、で、あ、見て見て、我が家にお迎えしましたエバーフレッシュちゃんです。どうぞおしみりおきを。夜なのでちょっと寝てます。歯が夜になるとね、ちょっと閉じちゃうんですって。明るくなると開くってとか。そう、朝になるとこの葉っぱが開くそうです。お迎えしてました。かわいい。いただきます。いただきます。うん、タケノコおいしい。じゃーん、今からビーズのライブジムプレジャー2023の
ファンクラブ先行予約をしたいと思います。今日からファンクラブは予約開始、応募できるということで、ちょっとどこに行くか作戦会議をしたいと思うんですけど、ただいまの時刻11時10分で 40%。 こんばんは。こんばんは。ただいま時刻11時42分です。眠いです。結構もう私の方の充電が危ないです。携帯はまだ 37% あります。 37%。 まあ家帰ってきてからご飯食べて、結局最終話までファーストラブを見て、でもそこはテレビで見たからスマホは使わなかったね。でお風呂入って、お風呂上がり髪乾かしながら動画ちょっと見たり、ビーズのチケットを見たりとか。髪長いから髪乾かすの時間かかるんですよね。5分以上かかっちゃうので、いつも動画を見ながら乾かしてます。ってことで、なんか本当なら日付が変わる瞬間まで起きてたいんですけど、一日今日朝7時に起きてから外出して、移動中は常に動画を見て、4時間ぐらい動画を見て、かなり触って、帰ってきてからもちょいちょい動画見たり触ったりして、11時46分で残りバッテリーが 37% という感じで、こんだけ使って37残れば、いや私30代見たの10月にこの携帯手に入れてから2回目かもしれないね。 30% 台はなかなかいかない。いかないよね。うん、もうこんだけ使ってまだ結構余裕があるっていうのがすごいよね。すごい、本当にこんな使うこと普段ないしね。まずそう、本当にない。ないよね。使い倒して 37% も残るんだと思って、むしろ何したら最後まで使い切れるんだろうって思うぐらい持ちがいいね。そうだね、素晴らしいね。もう持たない人がいるんで、この辺で終わろうと思います。ということで、バッテリー持ちのいい iPhone をお探しの方は14プラスおすすめということで、おやすみなさい。スマホの充電が終わる前に人間がもう人間の充電が終わる、人間の充電が終わるという検証結果でよろしいのではないでしょうか。休みましょう。皆さんも無理せず、休む時は休んで充電をしっかりしましょう。充電をしっかりしてください。さよなら。ちなみに iPhone 13 mini の私は 32% 残ってます。運転しとる時一切触ってないもんな。うん、カフェで動画見たりしてたぐらいかな。こんぐらい減ります、ミニは。2023年は体を柔らかくします。どんな締め。I really think that I'm in love